やっぱり変わってないね。何年ぶりだろうね。今年で私たち24歳になるね。ってことは8年ぶり？びっくりなんだけど。8年か。俺らも老けた。あ、私こっちなんだよね。あ、そっか。なんか久しぶりに会えて嬉しかった。あ。じゃあ。じゃあね。待って、ちょっと時間ある？ソータっていつもコーラ頼むよね。ああ、そうだっけ。そうだよ、クラスの打ち上げの時もいつもコーラ頼んでた。なんか飽きないのかなって思って見てたんだよね。ああ、俺偏食だから。いいね。え？変わってなくて、なんか昔に戻ったみたい。ねえ、まだ好き？ん？クレーンゲーム。ほら、二人でよくやってたじゃん。クラスの打ち上げつまんなすぎてさ、抜け出して。ああ、そうだったっけ。まあ、一回も取れたことないけど。確かに。ねえ、今なら取れるかな。それって学生カバンだから成立するのかな。やっぱりつけてたらバカなやつだと思われるかな。そんな人の目なんて気にしなくていいの、育児なし。ゆかが先に行ったんだろ。なんでだろう。え、毎日同じ時間が流れてるの。感情によって変わるの。仕事とかで大変な時は長く感じて、もう今日早く終われって思うのに、自分が好きなことをしてる時は本当あっという間に過ぎちゃう。なんでだろうね。今日はあっという間だった。あ、俺も早かった。ていうか一瞬だった。とにかく楽しかった。あのさ、また会え、大丈夫？え？ああ、うん。私そろそろ帰んなきゃ。喋ってたら遅くなっちゃったもんね。送るよ。大丈夫。うちこの辺なんだよね。だから平気。そうなんだ。うん。じゃあまたいつか会えるといいね。バイバイ。バイバイ。待って。そのはずはどうしたの？コテで火傷しちゃったんだよね。嘘だよね。なんで？耳。昔から嘘つくとき触る癖あったよね。変わってない。
よくそんなこと覚えてるね。誰にやられたの？私本当に帰んなきゃ、ごめん。ほっとけないよ。全然大丈夫そうじゃないだろ。おい、そいつ誰？え、ゆうや。あ、びっくりした。あ、迎えに来てくれたの？いや、そいつ誰だって聞いてんだよ。てかさ、何で俺の電話出ないの？ごめんね。佐藤君は学生時代の友達でさっきばったり会ったんだよね。忘れそうだろ。また全部嘘ついてんだろ。おい、やめろよ。お前には関係ねえだろ。そのあざ、もしかしてこいつにやられたの？ゆか行こう。こいつといたら危ないよ。ゆうや！ねえ、やめて！ねえ！もしもし。怪我大丈夫？いや、そんなことより言うか、大丈夫なのか。バカだよね。喧嘩弱いくせに、昔から正義感だけは強いんだから。弱いけど助けるから。助けたいから。ゆかのこと俺は迷惑。え、助けてなんて頼んでないから。ヒーローぶらないでくれる？もう電話してこないでね。待って、頼りがいがないのは分かってる。でも俺助けたいから。本当変わってないよね。すぐおせっかい焼くとこ。昔から本当そういうとこが大嫌いだった。バイバイ。そういうところが昔から大好きだったよ。